はい。皆さん、こんばんは。関本健太郎のセカンドライフです。えー、ご無沙汰しておりました。今日からね、クライマックスシリーズ、ファーストステージが、えー、甲子園球場で行われました。えー、とね、この、まあ、動画が、えー、しばらくぶりなんですけども、まあ、その間にね、岡田監督が優退とかね、えー、藤川新監督誕生かとかね、そういうニュースが、えー、飛び込んでまいりましたけれども、えー、まあ、岡田監督がね、勇退するということで、最後のね、CS からの、えー ファイナルに行って日本シリーズへというシナリオをね、僕もイメージしてるんですけれども、いい形でね、岡田監督が最後の花道をね、歩いていけたらなというふうに思っております。そしてまあ今日がね、ファーストステージ初戦ということで、甲子園で行われました。オーダーはご覧の通りですね、タイガース側はもう別に普段通り、ベイスターズも変わりなくと。 えー、いうところで、えー、佐伯投手と東投手のね、えー、両エースの、投げ合いで、えー、スタートいたしました。一回、えー、の表、えー、ワンナウトから牧選手のヒット。 と、佐野選手の二塁打でね、ワンアウト二三塁、オースティンがファーボール、ワンアウト満塁というピンチでね、一回の表がスタートしたわけですけども、宮崎選手がファーストファールフライ、小原選手がセカンドフライということで、いきなりね、初回に大ピンチ招きましたけども、なんとかゼロで抑えると。タイガースは、一回の裏、ツーアウトから森下選手がヒット。 でしたけども上野選手本と、えー、2回、先頭の森選手が先頭でねヒットを出ましたけども伊藤選手が併殺、えー、でした、えー。ピッチャーの東投手の打球をねピッチャーの佐木、えー、投手が、まあ、エラーでね、えー、出塁して、えー、続く梶原選手が、えー、レフトフライということで0でした、えー。2回の裏、ワンアウトから前川選手がデッドボール、梅ちゃんがレフトにヒット。 8番木南選手三振9番齋木投手がピッチャーゴロということでこちらもゼロということですね3回いいです2番牧選手がセンターにヒット佐野選手がレフト線に二塁打 ノーアウト2、3塁と、えー、またまた大ピンチが来たわけですけれども、えー、続くオースティンが、えー、三振、えー、宮崎選手を、えー、新告敬桑原選手のボテボテのショートゴロの間に、えー、1点先制点が入りました。3階の裏ですね 先頭、近本選手、セカンドゴロ、中野選手、ショートゴロ、ツーアウトから、えー、またもや森下選手が、えー、レフトにヒットも、大山選手が凡退という形で、3回序盤をね、えー、終えました、えー。続く4回、先頭ですね、 えー、あずま投手が、えー、打席でレフト前に打ったんですけども、この時にね、ちょっと足に、えー、違和感があってね、一塁ベース上でちょっとこう、痛いそぶりを見せて、一旦ベンチに下がったんですけども、もう一回ね、まあ出てきて、えー、ランナーを続けてね、っていうシーンがあってね、ちょっとこう、アクシデントかという場面があったんですけども、この時点では何事もなく、えー、プレーを続行しました。えー、続く、梶原選手がセカンドゴロの間に、ランナーが入れ替わり、 えー、バッター牧選手の時に盗塁アウト、えー、牧選手もセンターフライと一応まあ,あ3人で、えー、攻撃は終えたんですけどもなんかこうね序盤この4イニング佐伯投手がね、えー、まあ もう何回もね、動画上で言ってますけれども、立ち上がりがね、えー、唯一まあ不安で、だんだんとこう、尻上がりに上がっていく佐伯投手でしたけども、今日はね、終始こう、えー、序盤の4イニング、3人で綺麗にこう、片付けるというシーンがなくてね、えー、ずっとこう、ちょっと防戦一方な展開が、4イニング続いたというところもありましたね。 えー、そして4回の裏、タイガース、そろそろ追い,、えー、追い上げる雰囲気をね、作っていきたいところでしたけども、佐藤選手から、えー、5番から始まるところでしたけども、三者凡退。えー、5回の表。 佐野選手から始まる攻撃でしたけれどもツーアウトから、えー、ヒットを打たれましたけれども、えー、桑原選手をサードゴロと、えー、5回で、えー、佐伯投手が、えー、投げ終えた時点でねマウンドを降りるわけですけども結果的にやっぱりこう綺麗に三者凡退が奪えなかったっていうところがねで、まあ、短期決戦なんで、えー、シーズン中であればねこのまま続投っていうところですけども、えー、5回の裏の攻撃で代打を送られて。えー ごごめんという形になりましたね5回の裏、えー、8番木浪選手からの攻撃でしたけれども東投手がねこの回から、えー、山崎投手に、ね、ピッチャースイッチということでやっぱりこう先ほどの類上での足の違和感というところが払拭されてなかったのか、えー、ピッチャー変わりましたね山崎投手に5回の裏から変わりました、えー、そして木浪選手が三振、えー、そして佐伯投手のところがねここ代打送られて 糸原選手に代打という形になりましたね。シーズン中やったらまあ、続投ですけれども、短期決戦ということでね、交代ということもありましたし、ちょっとね、こう、投球内容的にもまあ、1点でね、抑えてるんで、点数的にはこう、攻めることはできないんですけれども、試合の流れよというところを考えたところでも、系投策にタイガースは入ったなと。 え、いうことが感じました。まあ5回も結果的には三者凡退ということでしたね。えー、6回の表ですけれども、マウンドには切り式投手と、えー、見事に三者凡退で切りました。 こうなったらね、やっとこう、守りの方でね、麗にこに三者凡退を取ったんで、この裏っていうところを攻撃の方へね、結びつけたい、打順的にも2番から始まるところでしたけども、こちらも三者凡退、6回の裏三者凡退でしたね、これでだから4、5、6と三者凡退タイガスが続いてしまったと、こうなったらやっぱりね、ベイスターズの方も流れいいですよね、7回、ここね、桐敷投手が続投やったんです。 できればあ三者凡退で切り抜けて、えー、一番からやったんでね、えー、梶原選手牧選手佐野選手と3人のうち左が2人入るんでここ2人組目ですけれどもベンチの思惑は桐敷投手で3人で片付けてほしいと6回7回桐敷投手は8回、えーまあ、石井投手であったりいって9回ね、えー、ゲラ岩崎投手っていうことを考えるとこれ延長 延長にもつれ込んででもっていうことを視野に入れた上でのこの2インニングやと思うんですよね。ベンチの考えとしてはね。えー、9回で終わるんではなくて、なんとかこう1点追いついて、えー、延長勝負っていうところも視野に入れた、切り敷き投手の2インニング目、えー、だったんですけども、えー、牧選手、えー、そして佐野選手に、えー、連打を くらってね、えー、オースティンのとこから、まあ、EC 投手が出てきたわけですけども、ここで初級ね、えー、2点タイムリー打たれたということで、二、えー、2点追加で3対0ということになりましたね。えー、さあ、追いつきたい、えー、同点に追いつきたい、あるいはまあ、攻撃の糸口をつかみたいタイガースですけども、7回の裏、5番からの攻撃、三者凡退ということでした。八、えー、8回の表。 えー、8回の表はね、マウンドに島本投手が上がりましたけれども、ワンアウトからフォアボール出しましたけれども、大打津合選手をゲッツーに打ち取ってと、えー、いうことでした。えー、8回の裏、それぐらいこう攻撃の方に繋がりがね、なかったんですけども、ようやくですよね、先頭がまあ出たと。続く大田渡辺選手は三振、えー、近本選手がヒット、えー、中野選手がセカンドゴロで、木並、えー、森下選手ね。 えー、一番今日の中では一番こう、頼りになる、2、えー、安打打ってる、えー、森下選手でしたけど、見逃し三振と、えー、いうことでした。えー、9回の表、えー、にはね、マウンド岡留投手上がりましたけれども、えー、三者凡退、1番からの攻撃を三者凡退に切りましたね。さあ、9回の裏、もう1人ぐの回しかないですと、えー、いうことでしたけども、先頭大山選手がライト前。 えー、ってテル、えー、でしたね。ここ続く、続いていきたいとこでしたけども、今日三三審目ですね。三三審、えー、でした。えー、前川選手、えー、今日ね、左ピッチャーでのスタメンでしたけども、なかなかね、いい、いい内容では打席遅れなかったんですけども、右のね、森原選手に変わったということで、ライトへヒットと、えー、梅ちゃんがサードゴロ、えー、そして木並選手が、えー、レフトへタイムリー、綺麗なタイムリー打ちましたね。 さあ、そして、えー、代打、二2点差でね、ランナー2人、えー、ホームランでさよなら、長打で同点という場面で原口選手でしたけども、いい当たりやったんですけどね、えー、レフトライナーということで、万事急数、三、えー、3対1で、初戦を落としました。 えーえー、これでね、まあ、大手かけられたわけですけども、考えようによっては、まあ、大手かけられたというふうに考えるのか、どっちにしても後、えー、どっちにしてもね、2個勝たないといけないんで、2個勝つイメージをどうやって持つかっていうことになってくると思うんですけども、明日のキーってね、やっぱ今日も見ててそうですよね、短期決戦、えー、でね、先制点が当然大事なわけですけども、特にまあ、試合の序盤、えー、初回から3回までね、 一回から三回までで主導権を握る、あるいはまあ、試合を支配するというかね、一回から三回を支配する試合内容で進めれたら甲子園でやってる以上ね、やっぱりこうタイガースに流れがどんどん傾いてくるんですけども、やっぱり今日はね、守りの方での、一回から三回まで防戦一方だったっていうことと、攻撃の方で、なかなかこう、戦闘を一回から三回まで出せずね、 えー、チャンスらしいチャンスが作れなかったというところに今日の範囲があるんじゃないかな、というふうに思うんですね。えー、まあ明日はね、高橋ハルトえー、ジャクソンというピッチャーの投げ合いなんで、タイガースってはっきり言ってジャクソンはね、今年あんまりこう、得意にしてないところがあるんで、まあ DNA 側もね、えー、高橋春というところを、えー、今年は、初かなえー、やったと思うので、えー、なかなかこう攻略するのは、おそらく、えー、ベイスターズ側も難しいと思うんですけども。 何はともあれね、明日はもう試合を序盤、1回から3回を支配するような展開で試合をスタートするということがすごく大事になってくると思います。タイガースの逆襲をね、明日は期待しております。以上関本健太郎のセカンドライフでした